今日もご参加ありがとうございます。そちらお天気どうですかね。新潟はちょっと肌寒いです。今日ちょっと暖房つけました。はい、こんにちは。あ、九条さんもこんにちは、ありがとうございます。平野さんもいつもありがとうございます。小倉さん、ありがとうございます。関さん、ありがとうございます。今井さんもいつものメンバーで、はい、ありがとうございます。あ、稲富さんも、はい、あ、吉田さん、ありがとうございます。はい、奥田さん、ありがとうございます。工藤さん、ありがとうございます。工藤さん、この間、はい、お会いできて嬉しかったです。秋田レッスンでね、お会いできました。ありがとうございます。お世話になりました。楽しかったです。はい、お酒のお席もご用意いただいてありがとうございました。お母さんが施設から戻ってきております。今日は見せてもらうだけとなります。はい、一緒によかったら見てください。ね、お花たっぷり見て、元気たっぷりもらってください。ありがとうございます。吉田さん、こんにちは、ありがとうございます。吉田さんも、吉沢さんもね、ズーム入るのになかなか苦労しましたが、見れるようになりましたね。よかったです。はい、ありがとうございます。よし、始めます。今日はね、ちょっと大きめです。大きめなんですけど、ゆっくりね、ゆっくりじゃない。大きめなんですけど、難しくないです。簡単なユニットを7つ入れていきまーす。はい。7つ。1、2、3。真ん中に1個。で、7ユニットです。なので、ビオラ8ポット、アリサム3ポット、グリーンアイス2ポット、アネモネ4ポット、バーベナライムが2ポット、黄金カズラが1ポット。今ゆっくり説明するんですけど、はい、これを入れていきます。そんなにね、品種も多くないので、結構簡単です。でも、このね、大きなバスケットにふわーっとお花がたっぷり植わってて、春のチューリップが出てきたら最高に可愛らしいので、最後にチューリップもね、入れます。このチューリップ何色だろうってちょっと悩んだと思うんですけど、これピンクで、淡いピンク色のチューリップです。はい、チューリップも入れます。はーい、はい、こんなです。じゃん。こういうのはちょっとお花にかけたり、可愛く見えちゃう。私がよくやる花が、じゃん。あ、可愛い。またね、数日経ってお顔がみんな揃ってくるので、それはそれでまた可愛らしいです。アネモネもね、また咲いてきたり終わったりするけど、そこもまた楽しんで花摘みしてあげてください。お水やりは周りからたっぷり、上からあげないでね、周りからたっぷりお水あげて、下から出るぐらいたっぷりお水あげてください。で、下はこのままベタっとつけずに、なんかこうないかな、ちょっと待ってください。もちろん、スタンド、私がバスケットを飾るために作った、このね、見えないね、これ、背中が。ちょっとこっちに置くね、スタンドがあるんですけど、スタンドにこうやって飾ってあげると、腐りにくくて最高です。これちょっとしたら、これね、逆も使えるんですよ。何回も。逆だと、こうね。さて。そうすると、下が腐らずに、飾って見ていただけます。はい。か、もしくは小石を、こうやって3つ置いて、この上にね、こうやって乗せるだけでも、風通しが良くなって、腐りが防げます。やっぱりべったり置くと、ここにね、虫が湧いてきたり、ほら、ダンゴムシとか来るでしょ？入れて。ああいうのがなくていいので、もう小石だけでもいいので、こうやってみてください。そうするとバスケットに1回、3回使えます。はい。かわいい。横面もかわいい。横面だと。横顔もかわいい。はい。はい。リースね。カラフルふわふわでめちゃくちゃかわいいです。あ、伏せさん、カラフルふわふわ。作ってみてください。最後に作品を見てもらいたい方、手を挙げてください。質問でもいいです。
花材はね、もう花材セットはもうなくなりました。加藤さん、終わりです。すいません。花材セットはもうないです。で、春のチューリップ楽しみです。素敵に仕上がり、美しいです。あ、関さんよかった。チューリップ入れられましたね。はい。作品見てもらいたい人。嫌だったら無理に手あげなくていいよ。大丈夫。どうしても私作った美しいやつを見てほしいのって人いたら手あげてください。はい。で、次回のリープは、全く同じではないけど、こんな感じ。35センチ枠。次回のじゃない。これ YouTube です。YouTube。YouTube はこんな感じで作ろうと思います。はい。歯ボタンを入れて。花材は多分変わると思います。その時の花材なので。アリサムとまたビオラと歯ボタンを入れようかと思っています。35センチ。大きめリースで。で、次のズームは、これよりちっちゃめの30センチリース枠で、ハボタンで、ハボタンとリーフで、花のない、花が咲かない、でも華やかなリースします。はい。このリースも、まあ、春もまた咲きますからね。はい。楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。伊勢さん、なんか土曜日でお忙しいと思うのに見ていただいてありがとうございます。次のハボタンリースも楽しみにしています。ありがとうございます。ハボタンリースも楽しいです。はい。大丈夫かな？はい。そしたら、次のライフラさんは11月18日2時からです。何するのかちょっとわかんない。フォーシーズンのチャーミー先生は11月25日土曜日の2時からになります。なんかね、この間チャーミー先生と言ってたんだけど、ハボタンでツリーを作ろうのを言ってました。なのでまた花六感、インスタグラムの花六感の方で、さあ見本作りを2人でしようと思いますので、そちらを見て、いいな、やりたいなと思ったらぜひご参加ください。材料がご用意できない人は、お買い求めいただけます。はい。いえいえ、ありがとうございます。で、皆さん、ちょっと寒くなってきましたので、風邪などひかないように、お花ライフを一緒に楽しんでいただいけたらいいなと思います。はい。今年もね、あと2ヶ月。ない。ない。早い。早い。本当に早い。早いですね。はい、私はね、今後の予定としてはね、来週の月火に栃木に行ってきます。栃木、レッスンじゃないけど、栃木に行ってきます。11月ももう終わっちゃうけど、紅葉でも、終わってるかな？もう栃木紅葉。落ちちゃうかな？栃木だ。まだ大丈夫。行ってきます。はい。はい。あ、工藤さん、しばし癒しの時間を終わってました。ありがとうございました。ありがとうございます。お母さんも見てくれたかな？はい、ありがとうございます。小倉さん、ありがとうございました。はい、また皆様のご参加お待ちしております。あと、お友達もよかったら誘ってみてください。いっぱいの人に見てもらえると嬉しいです。はい、では。はい。はい、長々とお付き合いいただきありがとうございました。魔女の花大好き塾でした。バイバイ。ありがとうございます。